片町線、淀川貨物線、淀川貨物線は、かつて、大阪府水田市の水田駅、大阪市宮古島区の京橋駅及び、大阪市鶴見区の宝室駅から、大阪市宮古島区の淀川駅、初代淀川電車区に至る貨物線の通称であり、正式には、片町線の貨物支線であった。放出駅市木の駅間、辰見信号場水田駅間は、現存区間と重複する。 上等線の降下化及び電化により、同線の天満駅、桜の宮駅の貨物取扱いを集約する施設として、淀川駅とを結ぶ貨物線として、京橋駅、放出駅淀川駅が開業した。その後、水田奏車場からの貨物線も完成し、辰見信号場はデルタ線を構成する信号場になった。淀川駅に隣接して、 淀川電車区が開設されたが、貨物の取扱い量が減り、梅田駅などで代替できることから1982年に、淀川貨物線としては廃止されたが、淀川電車区の入りべく線として、同電車区が移転する1985年まで、線路が残されていた。辰見信号場付近から、淀川駅方面へは雑居ビルの合間を抜けていたが、廃線後は、 公園や遊歩道として整備されており、京街道との交差付近には、淀川連絡線跡という歩道のモニュメントも設置されている。大阪環状線京橋駅からの分岐点は、保線車両用の引き込み線として残っており、淀川電車区へ通じていた名残を留めている。初代淀川電車区のあった当時、大阪環状線と片町線は、淀川電車区を介して線路がつながっていたが、 同電車区廃止後は直接線路はつながらず、両線の間の車両移動は上等貨物線と東海道本線を介して迂回しなければならなくなった。貨物列車がディーゼル機関車牽引の上等貨物線が北部だけ電化されているのはこの淀川電車区に出入りするためであった。特に1985年3月14日から1989年3月まで片町線は 他の電化路線と直接接続しておらず、上等貨物線を経由しなければ車両工場へ電車を改装することができなかった。ありがとうございます。